こんにちは。ワンオブラブスペシャルインタビューです。今日はこれからライブが始まりますけど、あと30分後ぐらいに、皆さんいやいや集まっていただいてます。いやいや、チェボさん、トシロさん、チェラさん、イチローさん、よろしくお願いします。あ、泉谷がいなくてよかったね。静かですね、めちゃめちゃ。今日なんですか？今日ね、先生してるね。あれはひどかったね。あれはひどかったね。そうなの、まあ、すいません、そんなこともありつつ、ずいぶんこのワンドグラブも11年目に入りまして、うん、チャボさんはもう11回も、あ、キックオフ入れたら12回もね、はい、もう私たちが怪しい逃げ切れず見張り番で、いかにも俺が怪しいって一郎はでも今年来てくれたね。そう、ありがとうございました。年郎も3回目、はい、3回目、ね、もう準レギュラーだね、年郎ね。勘弁してください、もう。なんで一人ぐらい喧嘩が強いやついないですね。でチャラさんは今回初めて、ありがとうございます、ありがとうございます。どんな感じですか、初めて。何のつもりだか分かってない。何のつもりだか違うの、なんか企画です。楽しいしかない。確かに嬉しいな。チャンさんとノブさんも昔からね、うん、それちょっと驚いたね、うんうん、話しましたっけ、うん、付き合ってメールで教えてくれ、付き合ってた、付き合ってたもん。ノブが振られた時ノブ古いんだよな、古い、そう、デビュー前から、はい、チャラがローラーの、そう、ローラースケートのウェイトレースの代表やってて、うんうん、その頃から応援してて、うんうん、で、イチローはさ、久しぶりに来てくれたじゃん、はい、うん、どんな感じですか、ワンブラブさん、うん、まあ、いつも来ると思うんですけど、こうなんか人のためっていうのは心に余裕がないとできにくいことだったりするんですけど、うん、マリさんがやっぱ続けてることをこうまたこう触れさせてもらって、まあ、なんかこう大事なものをまたこうなんかインプットされるっていうか、うん、まあ、心がこう、まあ、リセットされるところがちょっとあって、うん、まあ、呼んでいただいて感謝します。いや、こちらこそ。だから自分の子供多くなってきつつあるからね、はい、今小学校3年生だから、うん、そうなんだ、はい、なんで、まあ、まあ今岡山住んでるんですけど、うん、そうだね、もう8年で引っ越して、うん、なんで、まあ、まあ行ったり来たりなんですけど、まあ、子供の成長とかやっぱそういうのもマリさんのそのフィルムとかを見るといろいろオーバーラップするところがあって、ありがとうございます。忙しいだからね、はい、もうイチローのなんだっけ、インスタ見たらもうライブ祭りみたいで、いつこれ絶対今回ダメだなと思ってたらここだけ空いてたね。ありがとうございました。あ、いやいや、Google カレンダーで毎年出てくるんで、6月あ、そう、21日、もともとは、あ、そう、なので要注意期間として、あ、ライブをアンバイメモしてます。すいません、はい、前までは21日マリルージュの日に、うん、そうですね、開催してたんですけど、まあ、そうなると土曜日日曜日その曜日がぐちゃぐちゃなので、うん、やっぱりお客様来ていただく日がいいんじゃないかと言いつつ、今年は火曜日ですか。まだ劇場の問題があるんだよね。あ、そうか、私たちみたいなほらなんていうの、こうこういうライブはさ、割と国内では何肩身が狭いっていうか、皆さんのライブの間に入れていただいてる感じだから、さ、土曜日やらせろとか言えないんだよね。今日お客さんあれ美容師さんばっかっすよ。火曜日未確認情報言わないように。全部美容師。だってどうですか、としろさんは。はい、お弁当の方も売れてて、あ、すいません、絶好調で、あれすごいね、一郎さんにプレゼントしようかな、子供に作るためにね、こいつね、え、いい、なんかちょっと刺激になりそうですね、はい、6年間もやってたね、はい、すごいね、うん、大丈夫です、宣伝ね、そうですか。もう売れてるから宣伝いらないです。で、こうライブの何か感じ、そうですね、もう30分後には始まるんで、早く準備の方に行きたいと。そうだよね、はい、すいません、はい、じゃあチャボさんに締めていただいて。いやいやいや、やっぱり締めはチャラにやって。チャボさんなんか一言じゃ。まあでも本当にいろんな連中が毎年さ参加してくれて、はい、それで、まあ、ここで始めたんだけど、一郎今年戻ってきてくれて、あと巡礼だよね、うん、ありがたい、後ろ泉も協力してくれたりとか、なかなかチャリティーの難しさとかみんな痛感しつつだよね、うん、でも本当に10なかなか10年とか続けるの本当大変だから、うん、まあ、チャボさんがいてくれるからね。いやいや、逃げ切れなくてさ、いつもさ。もう拉致状態で。いや、そうだ、みんな自分の暮らしでね、毎年言うけど精一杯なのに、やっぱり本当人の前に自分の家族みたいなことあるからさ、それは本当になかなか大変だよ、はい、でもやっぱりね、はい、そう歌ってさ、
そのライブ家にあって、それがやっぱりあとフィルム見るとね、あの向こうの子供たちガキッチョがセーターや鉛筆一本であんなに喜んでるとさ、やっぱ俺みたいな、あの年頃とか俺みたいなチンピラでもやっぱりやった、なんかね、意味とか感じるよね。今年はね、あのお水、水道、水らしいね、水道と、まあ毎年あの彼らの要求がある文房具ももちろんだけど、ね、水道をやっとあの支援することができて、本当にありがとうございます。本当、ね、水のね、俺たちがあんまりそういうことを、あれしないけど、本当お水とかな、すごいな。で、ね、11年目なんで、ちょっとまだ大きくなっちゃうのもちょっとドキドキしたので、あのまたこのプレジャープレジャーっていう、あの初年度の1回目の会場にさせていただいたんだけども、なんか新しい試みとしてあの考えてて、あの絵の交換はどうって思って、千駄ヶ谷小学校の子供と、あのエチオピア の支援してる先の小学生と同じ年代の子が絵の交換をしたんです。ロビーに飾ってます。はい、で今年もあのこれあのこれ先に渋谷の中央図書館でまた展示もしていただくんだけど、なんかそんな試みをちょっとしつつあるので、私たちの気持ちもちょっとリフレッシュとっても今回あの皆さんの応援もありつつあの進んでよかったなと思う。本当にありがとうございますね、皆さんの、ね、この珍しいメンツだもんね、はい、こういうチャラがいて、はい、年老いて一老いてとかね、これだいぶ貴重かもね。今年は皆さん30分ずつやっていただいてるんです、すいません、負担、ご負担が多くて。いや、ね、一瞬そうねってかもしれない。じゃあチャラさんに今回は締めてもらいます。マリさんとノブさんが大好きです。ありがとうございます。俺たちは嫌いない。そっちだけが気にね、やっぱりなんていうのかな、人と人のつながりを、あの大切にしているので、あの声かけしていただいてありがとうございます。楽しみます。はい、じゃあこれからもう30分後なので撤収したいと思うので、今日のワンドブラブスペシャルインタビュー、年老いの中に行ってください。まだ覚えてない。覚えてない。そうです。そんなことで開催します。ありがとうございました。